公衆アジア競技大会ハンドボール女子決勝が5日に行われ、日本が韓国を29対19で下し、初の金メダルを獲得した。日本は前半を14対8で折り返すと、後半も攻め手を緩めず猛攻し逃げ切った。韓国に対して2013年から18連敗中だった日本。値千金の勝利となった。一方、4連覇を阻止された韓国には衝撃が走った。 韓国メディア、スポーツソウルは、衝撃の惨敗。日本に完全にノックアウトされた、と報道。1990年の北京大会で正式種目になって以来、韓国の女子ハンドボールが金メダルを獲得できなかったのは2010年の杭州大会だけ。当時は準決勝で日本に敗れている。今回、彼は杭州の時の敗北をリベンジしたかったが日本の方が強かった、と伝えた。 また、ノーカットニュースは、13年前の悪夢を追体験。アジア最強女子ハンドボールが宿敵日本に阻まれる、と伝えている。